査されてるってことはないと思うよ。はいはい。ドリフトやりだしたきっかけって何ですか。野村さんにもやっぱり先輩はいたはったんですか。これ一番最初何に乗らはったんですか。ドリフトはどうやって覚えたんですか。絶対これだろうと思った。おー、それから峠行く。おー、懐かしいな、俺も久しぶりだ。こっからスタートして3分1回出したら早い。おー、ここも全開。はいはい、長いですね、ほんだら。うん、長い。懐かしい。ここはね、ギャラリーの方が。懐かしか。何年前ですか。30。野村さんがチーム作らはったんですか。そう、一番最初ね。クロス。野村さんイカケン出た時は。はい、こちら福岡から参りましたチームクロスさんです。今日バカ状態だもん。すごいねこれね、福岡から来てね。土屋さんどうですかこういうの。声が出ない。番組を間違えてるこいつ。名前は福村健。懐かしいな。だから飲む券 Go 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 マンキーマジック飲む券 Go 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 知恵の扱ってヒレ角アップ。いい峠だろ。はい。U ターンまだなんですよ。 U ターンもうちょい、もうちょい長いっすね。タイムアタックするのはずっと一番頂上まで。頂上の看板まで。はいはい。で最後の方はドリフトここで出した。はい、ああはい、サイドターン。そう、サイドターン。はい。でもここから繋ぎっぱなしだ。はいはい、繋がりそうなの。そうですね。キャッチャーもなかったんですよね、うん、キャッチャーはなかったんですよ。なかったなかった。黄色い線もなかった。はい、懐かしいわ。これ何歳よ。うわ、これはね、いっぱいある、ね、あれ作られたら走られへんすよね、うん、キャッチャーよりも走れんため、はい、ね。まあ、キャッツアイはまあ片車線でね、一車線で走ろうと思ったら、しかもでかいキャッツアイですね。これ人生初めて振り返しができたのはここからそこまで。あ、そうですか。雨降っててたまったまの、あっちまった危ないって言ってたから。あ、初めてです。ほらほら、数年前までは無料で走れたサーキット24時間365日無料で走れました。ここで初めてドリフトしたので、はい、思い出の。ここがなかったら多分真っ当な人生を送っとるでしょうな。
は平和になったと思うね。直感みたいなやつが上がってくるんですよ、世の中に。じゃあ出入り自由だったから。そうですね、時間関係なくて。これは迷惑ばい。今運転走り出したら懐かしいって言うかもしれない、これ中継で。うるせえな、懐かしい。あの頃が良かったわね。去年のオートポリスみたいにね、まあ景気悪いとしても野村さんが走るようなイベントって D1 ではないですかね。もうこれから分からん。やっぱり体の調子もやっぱりいいと。ああ、そっか。去年はちょうどオートポリスで腰やってて、はいはいはい、痛み止め倍ぐらい飲みました。あのオートポリスの対決は面白かったですよね。久しぶりにね、走ると面白いね、やっぱね。いや、見てるこっち側が面白かったです。やっぱり親子対決って、D1 で親子対決なんてね、ないですもん。まあ、そのうち誰かがやるかもしれない。まあ、やるのはでも、兄弟はやっとるから、親子はない。そうです。なかったですもんね。だって、箕輪君かってやろうと思ったらできますもんね。うん。テレチンともはやってる、そこは。あ、ほんまですか？フォーミュラー J3。あ、そうなんですか？へぇ。マホンとこも親父もやってる、ケンジ。あー、まあね。ケンジって違うよ。はいはい。違うケンジ。山中の。はい。あと、畑中と思うんですよね。ああ、そうですね。GP ね、それ。畑中もまだ GP ないと思っとるな。はいはいはい。あれが出たら多分一番やね。そうですね。慎吾君と夢とか。夢とはでも、対決にはならんで、まだね。単走残るのがいっぱいやから。そうですね。いやもう単走でも上手いですよ、すごい。と思って GP 上がってくるってもっと上手い人がいる。そうですね。なかなか難しい。一番多分上がってこないと思うけど。はいはい。仮にもし残って1回戦の相手が横井とかやったら勝てる気はせんねん。なんかない限り。そうですね。もうそうやって成長していくんやね。こっちの方がいえすごいじゃないですか。そうね。向こうの方が罰当たりやもんね。店もあるし。こんなに昔は家なかったんやけど。ああ。いや、懐かしいとこに行ったよ、俺は。走りたくなりますね。いや、あそこはもう走れるんで狭いね、やっぱね。そうですね。あ、これはもうちょっと、あんだけ段もあったら、キャッツアイもあって。やっぱり全国的にああいう風になってるんですね。うん。俺らも走れるとこがやっぱり奈良でもなくなってきました。野村さん、奈良来てください。奈良公園遊びに行きましょう。なんか鹿のせんべいを食う。はい。いやでもぬかですよ、あれ。ぬか固めたやつって聞きますよ。うまいのかね。いや、うまくはない。味ないでしょ、絶対。ビールのつまみにいいかもしれない。一回ちょっとソース塗って食べてみます、うん、食べに行くことはないと思うんですけど、うん、いけるはずよ。鹿に怒られますよ、多分。鹿だな、かって。それは絶対言わなあかんすよ。もうあの、野村えもんのやつはないんですか、あのグッズは。ないよ、そんなもん。いつまでも作ると危ないじゃないか。危ないんではない。書いた猫だけど。飲むえもんが欲しいっすわ。何も持ってないっす。谷さんのあのタオルとか、うん、T シャツとかはユーグラスで売ってるんですか。うん、売ってない。売ってないんですか、うん、え、うちでは売ってない。あ、そうなんすか。なんか並べてもらえるねんって言ってました。売ってない。 GP 来てない。ライツではブス出してないし。いやね、多分今やろ。ねえ。いやでもめっちゃチャンスですやん。うん。あの谷さんからしたら、まあ、自分は GP 出えへんけど、GP 見てる人でライツ見てる人いますやんか、そんな。まあ、いるやろけど、そんなライツってそんな見てないじゃん。そうですかね。うん、ああ、そうなんですかね。GP だと1万人超えることあるけど。あ、そうですか。うん、ライブ配信。はいはいはい。それでも1万人やからね。
フォーミュラーが多分5000、6000あるんじゃない。そんなもん1万人行くことはない。いや、ないでしょ。ライツが4、5000やらなかったっけ。野球サッカーでも2軍の試合見ないもんだって。そうですね、よっぽど好きじゃないとね。で、見に行くのが4000円ぐらいかかってたもんな。はいはい、日光で4000円って言ったっけ。高すぎだろ。マジで昔500円とかやらなかったっけ。1000円とか。そうでした、多かったもん人。まあ、4000円で1人来るやったらさ、1000円にしたら4人来るんじゃないかなと思う。倍、4倍の人が入る。千何百人とかあったもんね、昔の客って。そうですね。あ、野村さん言うてました、写真見してくれましたね。オートポリスの観客席の写真。全然ちゃいますもんね、あんだけパンパン入っとったのに。10分の1ぐらいやっとるね。え、ほんまパリーグの外野席みたいな。でも D1 の発表だと思う。あ、そうなんですか、かっこいいなあね、スマート。うん、他も掘られたらやばいね。やばいですね。どこ走っとるか全くわからないよ。はい、間もなく道。もういいですか。うん、もうすぐ。あ、これ行くとき線右曲がったんですか。ちゃいますか。違うね。違う。反対から行って。違うか。うん、通ってないやろ。通って、通ってません。ここだけ通ってない。通ってないの。俺の言うことを大体信用せないもん。ね、そんなことないっすよ。いや、絶対そうやな。そんなことないですよ。先で疑っとるよね、俺のことは。そんなことない。確かに嘘ばっかりついとるけど。ね、ほんまにそんなことないですよ。ちょっと確認しますって言うの。それは分かってます。これもこう端っこ止めといて。うん、多分帰ってきてないと思うから。そうですよね。うん、待ってよ。はい。待ってましょう。新車のプリウスの上にカラスが歩いとるね。ねえ。足を取らなきゃ。うわ。ああいうの取らない。ごまっすね。YouTuber。結構かっこいいね、これ。うん、テールすごいですね。うん、テールほぼないですやんか。まあ、だから光るやろ、でもうまいこと。やっぱナンバーは358なんですね。何358？なんか流行り35、はい、358ってなんか縁起のいいナンバーなんでしょ。あ、そうなの。なんか3と5と8は。タイマー前だみたいなこと言ってからの。いやいや、俺はそんな気にしないですけど、なんか世間ではね、うん、なんかめっちゃ流行ってるっていう。まあどうでもいいですか。はい、ほんまどうでもいい。指定ナンバーにしたのは1回だけ。1回だけは会社の番号、電話番号ですよ。ああ、はいはい。もうさ、上がっとく。